はい、こちらが豊京大神様がいらっしゃるところですね。でここから先は撮影が禁止になってますので申し訳ないです、眺めていただいて拝んでいただいて、ご利益をいただいてくれればなと思います。まあ、実際にあとは来ていただいてご利益いただくというのがいいと思います。